皆さん、Moral Education、Home Economics、どういう意味か分かりますか？Hello everyone, it's Eri. Thank you for coming back to my channel. 皆さん、こんにちは。ダニエル・エリです。今日もこのチャンネルに戻ってきてくださいましてありがとうございます。今日は Subject、科目についてのお勉強をしていこうと思います。家族で使える英語フレーズというのをね、一度レッスンでやりましたけれども、その時は How was your day? というふうにね、家族で、親子でね、会話をする時に便利な表現なんかをね、ご紹介しました。今日はお子さんがね、学校から帰ってきて、今日は何勉強したの?っていう時にね、便利なフレーズをいくつかお勉強していきたいと思います。教科ってね、意外と使っていないと忘れてしまうのでね、私もね、自分が小学校のクラスをね、教えるときは必ずレッスンのね、前に聞くようにしている、そんな教科のね、質問です。どういう風にね、今日何勉強したのって聞くかっていうとね、 What did you study today? What did you study today? という風に聞いてあげましょう。 What did you study? で、今日は何を勉強したのという意味になります。ではね、皆さんミュージックとかね、馴染みのあるものから、これって英語ではどうやって表現するんだろうってね、多分疑問に思われているような、そんなね、科目もいろいろ説明していきたいと思います。まずは簡単なところから。例えば国語、 Japanese という風になります。そしてね、皆さんきっとご存知の音楽は Music という風になります。Japanese music。 では他にね、科目どういうのがあるかというと、算数ですね。算数、長いバージョンをね、 Mathematics と言います。 Mathematics、 長い単語ですのでね、短縮形があります。短縮形は Math というようになります。 Math。高校なんかに入るとそのね、算数、数学がまたね、枝分かれしてきますけれども、その中でね、3つ今日は挙げてみました。まずは幾何学、Geometry と言います。そして次は代数ですね。代数のことは Algebra というふうに言います。次はね、とても分かりやすいんですけども、probably っていうと多分という意味になりますけれどもね、probability で確率という意味になります。probability。では次、小学校で習う理科のことは science と言います。science。そして社会は social studies。というふうになります。よくね、子どもたちに聞かれるんですけれども、理科や社会はわかるけども、生活ってどうやって言うのっていうふうに聞かれますけれども、生活はソーシャルサイエンスというふうに表現します。ソーシャルサイエンスでは次は副教科、少しねお勉強したいと思います。まずは体育、なんというかというと Physical Education というふうに言います。これも Mathematics と同じように長いですので、略して PE と言います。 PE。 では次は美術または図工のことを何というかというと Art もしくは Art and Crafts、okay? 副教科もう一つありますよね。家庭科のことを英語でどういうふうに表現するかというと Home Economics と言います。 Home Economics。 そして主要教科ね、もう一つ忘れていましたけれども、英語のこと当然 English。 ではね、あとは独特な日本にしかないような教科をどういうふうに英語で表現するかというところをね、見ていこうかなと思います。まずは総合学習でね、よく子どもたちが今日は総合学習だったなんて言ったりしますけども、総合学習は何というかというと、もうそのままですね、 General Studies。 そしてあとはね、防災訓練なんかもありますけれども、防災訓練は
emergency drill と言います。 emergency drill emergency drill。 では次、イントロのねところでもこれなんていうかわかりますかって紹介した moral education moral education、 これで道徳という意味になります。 moral education moral education。そしてね、あと教室のね、子供たちに聞かれるのは、集会って英語でなんて言うのってよく聞かれますけれどもね、school meeting、 school meeting っていうふうに表現します。 school meeting school meeting。 あとは、あとは社会見学とかね、遠足のことは field trip field trip というふうに表現していきます。そして読書のことは reading readingというふうに言います。あと日本のね小学生の教科であるのは習字だと思いますけれども、こちらはカリグラフィーカリグラフィーカリグラフィーというふうになります。ではね、たくさんの教科ご紹介してきましたけれども、これをね実際にお子さんにどうやって聞いていくかというとね、とても簡単です。 What did you study today? What did you study today?そしてお子さんがこの中からどれをその日お勉強したかということを答えていきます。 I studied I studied の後に教科を連ねていただいても構わないですし、 I had I had 私はこれを持ったという意味になりますけども、こういうの勉強したよっていう形で I had 例えば、calligraphy math PE home economics and class meetingという風に使っていただいても大丈夫です。もしくは I studied English, Japanese and social studies なんていう言い方をしていただいても大丈夫です。私も自分がね英語を教える立場になるまではね、日本語のこの教科ってなんて英語で言うのかなっていうのはね結構疑問に思っていた点がありましたけれどもね、皆さんもねもしそんな疑問を持っていて今日ねそれで解決されたということだったらね、とても嬉しく思います。ということで、今日のレッスンはここまでです。That's it for today. Thank you so much for watching. 今日のね、レッスン役に立った。またね、いろんなレッスン受けてみたいわと思った方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは、またお目にかかります。See you next time. Thank you so much. Bye bye.